ラッシュリフト TV。 皆さんおはようございます。今は羽田空港に来ています。で、これから今朝の6時ちょっと前なんですけれども、これから、イタリアの方に出発したいと思います。よろしくお願いします。はい、無事にゲートまでやってきましたということでですね、だいぶまだ眠いんですけれども、ここからねさらに、乗り継ぎを経て17時間で、ローマまで向かいたいと思っております。ちょっとね、飛行機ね久々に長いので、ちょっとねこんな やばい格好とやばい顔で頑張っておりますけれども、はい、そんな感じでね、ちょっと飛行機は飛行機で楽しみつつ、はい、ローマを目指したいと思います。行ってきます。ビビってましたが、エアチャイナで意外と快適なフライトでした。はい、ということで到着しました。なんとここはローマですということですね。なん10時間以上のフライトが終わって、やっと今ローマに到着しました。で、これからですねホテルに行って、今日は一旦ローマに泊まって、それからベネチアに移動します。でベネチアの方に行ったら、今度はなんとマキシモバの本社を見学させていただけるということで、皆さんにも素敵なお土産をね持って帰れるかなというふうに思ってますので、楽しみにしていてください。バイバイ。ちょっと見てください。このホテルめちゃくちゃおしゃれ。そしてね、このベッドの寝心地マジで最高でした。家に欲しいよね。そしてお風呂場もめちゃくちゃ綺麗だし、もう何の問題もなかったです。もう最高でした。明日はどんな旅になるでしょう。続く。